ゲド戦記が好きだという人も多いんですよ。今あのジブリの中で一番好きだという人もいて、わかるんですよね。あのただ僕は基本ゲド戦記っていうのはあんま面白くなかったです。これ正直に最初に言っときます。で、あのこの面白くないっていうのが間違ってたことにだんだん後で気がついてきたという、でなんで最初面白くないと思ったのかというと、もうびっくりするぐらいセリフが頭に入ってこないと、セリフ言ってるんですけども、何かこのすごい上滑りな感じがするというか、テーマをですね、何かもう口だけで言ってる感じがこうすると、それはもうあの主演女優さんの棒読みとかですね、いろんな要素があるんですけど、だから主演が棒読みだからダメかっていうと、だったら風立ちぬの庵野秀明の棒読みの方がひどいと言えばひどいわけだから、まあまあまあそれだけじゃないだろうと思うんですね。ただですね、じゃあ面白くない映画だ、つまんない映画だっていうことでいいのかっていうとですね、見終わった後にやたら引っかかるんですよ。普通ね、つまんない映画は引っかからないんですよ。ただこれは面白くないんだけどやたら引っかかるんですよ。ここは僕謎だったんですよね。で、なんでダメなのかというですね、まあ原因を探してしまったと、さっきまで言った人間というのは物語じゃないと理解できないのでですね、実際はどうかというよりも岡田司夫の解釈です。なんでゲド戦記は面白くないのかという原因を自分の中で物語化してみたって話なんですけども、あの面白くないにはですね、まず監督が未熟だからというのがですね、これ確実にあります。これはもう宮崎吾朗さんには申し訳ないんですけどあります。未熟パターンでですね、まず単純ミスというかですね、手抜きからいきましょうか。手抜きシーンですね、ですね、ゲド戦記はあのゲドという誠の名を持つハイタカというやつが、まあ、主人公じゃなくてサブキャラなんですね。でそのハイタカが、ホートタウンというですね、港町の近くに来るシーン、船に乗って、で船をですね、砂浜によいしょって押し上げます。でよいしょって押し上げて、次のカットで見ると船が砂浜にめちゃくちゃもう乗っかってるんですよ。で、あのね、これはあのなんだろうな、砂浜にですね、あの押し上げるときにですね、ハイタカはですね、ちょっと僕を映してください、すいません、あ、そう、あのちょっと押してるだけなんですよ。あの砂浜に降りて来て、降りて船をですね2秒ぐらいよいしょっと押してるんですよ。でところがですね、カットが変わるとですね、砂の上にめちゃくちゃ乗ってるんですよね。で、あのこれはあのアニメーターが手を抜いてるわけですね。いわゆる絵コンテでこういうふうに指示されてるときは、船がこの全体2メートル以上ですね、3メートルぐらい砂浜に上がるぐらい力強く押す演技っていうのをしなきゃいけないのにですね、アニメーターが監督のことを舐めて手を抜いたわけですね。だからここで軽く押してそのまんま船が乗ってる演技になるということなんですけども、まあこれは単純ミスです。で、こういうですねカットがあるのが気になる。